ワッサム町は北海道の上川地方北部、上川郡にある町。スキーのクロスカントリーが盛んで数多くの国内トップ選手を輩出してきた。名寄盆地の南端にあたり、丘陵地が多い。南のピップ町との境には塩刈峠がある。冬の冷え込みは厳しく、最低気温は低く、摂氏30度前後になることもある。特に真冬では、 日中の気温でもマイナス15度程度にしかならないことがあり、1985年1月24日の気温は低、摂氏21.2度までしか上がらなかった。これは、旭川で明治時代の1909年1月12日に記録された摂氏22.5度に次いで全国2番目の低さである。ワッサム町全体が盆地になっており、 一旦冷気が入り込むと冷気庫となって気温の上昇を防ぎ周囲の山々によって上空からの暖気が入りにくくなることから日中の気温が低くなりやすいとされている特に福原地区は日本有数の寒い場所として知られており1978年2月17日には低接市41.2度を記録しているほか近年では2008年1月19日に低く 摂氏39.4度、2020年2月9日に引く摂氏38.9度を記録している。テレビで、混沌一番の寒さのニュースでしばしば、ワッサム町の地名が登場する。ワッサムのアメダスは1977年11月に統計を開始した。最高気温の極地は摂氏36.8度で、猛暑日を6回観測している。 最低気温の極値は低く、摂氏36.8度。平年値で、冬日の年間日数は164.0日、真冬日83.7日、夏日55.1日、真夏日10.0日、猛暑日0.1日。熱帯夜を観測したことはない。降水量は7月から12月にかけて多く、10月から3月にかけて行き、または、 雨の降る日が多い。平年値で年間降雪量8 5 4トル年間の最新積雪は1 0 8トル最新積雪の極地は1 6 1トル日照時間は11月から1月にかけて少なくなる。最大風速の極地は秒速1 4 0ル最大瞬間風速の極地は秒速2 3 6イヌ語で。 おひょうにれのきの、かたわらを意味する、わっさむに由来する。キュートには、県ぶち川東の支流付近に、わっさむの記載がある。和漢、和山と書かれた時代もあった。戦前は、稲作の北限より北に位置していたため、村内一円に、女中菊が植えられ、山奥まで小学校が建てられた。戦後、女中菊の産地が中国に移ると、産地の二十歳は廃れたが、 品種改良により稲作の北限が北上したため、寒冷地用の米が植えられるようになり、平地では、菊畑は田園に変わった。現代では、作付け面積日本一を誇るカボチャのほか、雪の下で保存し、陶器に出荷する、越冬キャベツの生産で知られている。また、上川館内では、愛別町と並ぶ、キノコの産地でもある。 ワッサム駅ワッサム東山スキー場ワッサム東山スキー場キャンプ場がある。カヌーが楽しめる貯水地あり。モトクロスサーキットやキャンプ場、パークゴルフ場、子供の国などの施設があるレジャースポット。開催日の基本は5月第2金曜日。ワッサム町観光協会などが主催。第34回は2019年5月10日。 三笠さん触れ合いの森で開催した。同会場では6回目。大勢の来場者が炭火焼きのジンギスカンを楽しむ中、開会式では渡辺雄二実行委員長と奥山守顧問がそれぞれ歓迎の挨拶。佐々木博之はスサム町議会議長の温度でコモ村の鏡開きとイルミネーション点灯を行った。ステージでは熱なぎによる生バンド演奏、飛び入りカラオケ、 純桜の下ファイナルステージ、大抽選会を実施し、縁を盛り上げた。2000年と2021年は、開催を見合わせた。開催日の基本は7月最終日曜日。ワッサム町観光協会などが主催。第17回は2019年7月28日、三笠さんふれあいの森で開催し、多くの家族連れを迎えた。 毎年大人気のカブトムシ王国カブトムシ一本釣りには千匹を用意し、参加者が長い列を作った。フード類では、食べて、マルシェ、商工会女性部母ちゃんの店、ワッサム産品即売会、縁日横丁、特産品販売手塩蝶コーナー、ビアガーデン、焼肉ガーデン、両風流しそうめんなど、約20店が出店した。ステージショーでは、 塩刈大根や鳴子、ワットサム、シアリーディング、フランダンスなどが登場し、会場内では、似顔絵コーナー、移動動物園、キーク体験コーナーなども開催した。2000年と2021年は、開催を見合わせた。8月24日、宵宮祭り並びに、お玉城宝泉の儀、千五マ奉納。25日、礼大祭、御神公式、神予会、和の都御。 完魚祭。26日、後日、祭り並びに、三司祭。競技玉入れ発祥の地で、全日本玉入れ協会の本部がある。例年9月第1日曜日。第25回選手権は2020年、2021年の開催を目指したが中止。ワッサム東山スキー場ヒルクライムレース、実行委員会、町スポーツ協会主催。 第3回は2021年10月3日。開催日の基本は10月退役の日前日。北響農業共同組合ワッサム機関支所などが主催。カボチャの里ワッサム第21回ワッサムパンプキンフェスティバル2019は2019年10月13日、三笠さんふれあいの森で開催した。ワッサム町は1998年に カボチャの作付け面積が日本一となり、同年9月12日に第1回の同フェスティバルを開催した。毎年1回ずつ開催していたが、2018年の第21回は台風25号が接近していたため中止として、第21回は2019年に開催した。2019年は秋割れの下で開催。食べ物は塩刈峠そば、カボチャ団子、 千葉さ産、カレーライスを販売などするほか、縁日露店では、どん加工品、生ビールなどを販売した。ワッサム産農産物は、玉ねぎや長ネギなども販売し、発送も受け付けた。会場では、カボチャランタンボリ体験、チアリーディング、カボチャゲーム、お楽しみ抽選会などを実施し、来場者を楽しませた。2000年は、開催を見合わせた。 2021年については中止も含めて検討中。カボチャランタン祭り実行委員会、ワッサム町商工会商業部会主催、第21回は2020年10月開催、ワッサム町交流施設だまりにて。ワッサム、ハロウィーンプロジェクト主催、第6回は2021年10月24日、12月12日、ワッサム町交流施設だまりにて。 開催日の基本は2月第1日曜日。ワッサム町観光協会などが主催。元祖越冬キャベツの里第31回ワッサム。極寒フェスティバルは2020年2月2日、三笠さんふれあいの森で開催した。同会場での開催は6回目。この日は天候に恵まれ冷え込んだが、多くの人が来場し、フェスティバルを楽しんだ。高さ3メートルほどの雪像は、 県和会のチコちゃん、ワッサム町役場同好会のムーミン、札幌自由が丘学園三和高校のカービィ、カビゴンの4期で来場者を出迎えた。会場では、スノースライダー、アウトコーリング、ニアピンコンテスト、カプセルを探して越冬キャベツを当てよう、スノーラフティングを設け、子供たちが歓声を上げて楽しんだ。また、ステージでは、くじ引きで越冬キャベツを当てよう、 千切り越冬キャベツ早食い競争、アイスガリガリ君早食い競争、決定。極寒カラオケ王、折衷餅巻きを行い、冬の青空に歌声を響かせるなどした。食べ物販売コーナーでは、特産品販売、あんかけ焼きそば焼き鳥、つくね、ワッサムジンギスカン、おにぎり、ホットドッグ、そば、うどん、名物地獄鍋、越冬キャベツ入りコロッケ。 越冬キャベツ入りお好み焼き、バッサム産カボチャ、キャベツ料理などを販売。さらに、無料コーナーでは、ホット牛乳、越冬キャベツ入りカボチャスープ、甘酒、聞き酒でもてなした。第32回は会場を、バッサム町役場付近に戻して2021年2月に、実施予定だったが開催を見合わせた。第32回は2022年2月6日。 開催予定で内容を検討している。塩狩山山町には、NTT マイクロウェーブやテレビ中継局、携帯電話基地局など各種電波塔が立っていて、北部地域への伝送、電波中継施設の重要拠点の一つでもある。電波の森塩狩山とも呼んでいる。詳細は、バッサム中継局を参照。ありがとうございます。